皆さんこんにちは、ペスでございます。横綱物語ね、続きやってまいりましょう。1192回目ですね。名古屋場所後半戦まいりましょう。さあ、倉間口さんが立ち風さん、昨日ね、川又さんにやられちゃいましたね。そしてその衣棚さん、違うわ、室町さんと衣棚さんやね、ごめんなさい。川又さん誰と当たるんだ、新町さんで、小川さんも下と当たればね、大丈夫。西野党員さん、同じような勝ち星やな。で、今出川さんは8連勝。寺本さんが照ノ花さんと。で、北山さんと鎌田さんね。さあ、参りましょう。9日目。西野党員さんは1勝7敗の大梅の里さん、最初後輩同士、小川さんのお相手は荒羽黒さんで、今出川さんは土発天さんですね。お相手こちらも1勝7敗、1勝7敗多いね。で、島内さん勝ち越しをかけての1番は5勝3敗の蜂谷さんと。押し3つ4つ、ストレート勝ちで、これで8勝1敗。寺之内さんは5勝3敗、大関照ノ花さん。さあ、ここ破れば照ノ花さんは結構ピンチな状況で後半戦となる。さあ、今場所ね、出し投げが結構決まってますよね。いつもの寺之内さんという感じ。突き出したー、寺之内さん9連勝。そして北山さんと鎌田さんの同門対決。北山さんが7勝1敗、鎌田さん6勝2敗。さあ、どこで外掛けを狙うか、鎌田さん、それとも北山さんの桁繰りが決まるのか。ここは力でなんとか押していこうとしている北山さん。鎌田さん、昨日はね、倉間口さんに勝ちました。外掛け、鎌田さんの勝ち。倉間口さん勝ち越しをかけての一番は大関立ち風さん。立ち風さんも照ノ花さんと一緒の5勝3敗。さあ、ついていく。今度は押し込んで追い込んだ。まあ、足が取れない。押し込む、もう一回追い込んだ。こっから粘るのが立ち風さん。突き出した、倉間口さん勝ちました。これで勝ち越し8勝1敗。さあ、諸星さんが8連勝、そして7勝1敗大関の衣棚さん、同門対決。押し出し、室町さん絶好調。鎌田さんがまた横綱を破った。両大関が敗れて5勝4敗か。新町さん、今出川さんで、小川さん、西野党員さん、きっちり下は抑えてくれてるね。わあ、今回も西方が多いな。はい、ということで9日目終了。9連勝は3名、室町さん、寺之内さん、今出川さん、8勝1敗で倉間口さん、新町さん、あとは7勝2敗が3名、小川さんも回復してきた4勝5敗、西野トニーさんは5勝4敗といった状態ですね。では、10日目に参りましょう。倉本さんは小結び高瀬川さんと、室町さんと今出川さん全勝同士の一番、新町さんは横綱の北山さんと、小川さんはだいぶ下赤木岳さん、西野トニーさんも下。
今出川さんが今日室町さんと全勝対全勝同士の同門対決、寺の内さんは関脇瀬戸錦さんと、鎌田さん千代の鶴さんとね。結構この間にね3連勝しちゃうのよね、大関の2人がね。西の党員さんは2勝7敗の腰吹雪さん、小川さんは5勝4敗の赤木岳さん、ここ勝ってタイに戻したいところですね。鎌田さんは勝ち越しをかけての一番は6勝3敗千代の鶴さんと、千代の鶴さんは結構強い、一度三役まで上がった男、ここは押していく、押し出し、鎌田さん勝ち越し8勝2敗コロモダンさんも勝ち越しをかけての一番は舞吉赤さん4勝5敗ちょっとね制裁書いてるところあるんだけどね。おっつけての押し出し、コロモダンさんも勝ち越しました8勝2敗そして寺の内さんは7勝2敗関脇瀬戸錦さんと、下手出し投げ寺の内さん10連勝、北山さんが7勝2敗、新町さんが8勝1敗の同門対決、新町さんは3場所連続優勝に向けてこれ以上負けられない状態、新町さんが押していく、おお逆転、下手出し投げ、北山さんと新町さん8勝2敗同士になりました。黒木さんは3勝6敗小結び高瀬川さんと、高瀬川さんはここ敗れると7敗目一気にピンチになる、押し込んでいく、張り手からの押し出し、高瀬川さん7敗目、さあ全勝同士の同門対決となりました。諸町担当小結び今出川さん、どっちが残るか、出し投げはこらえた、小手投げ室町さんの勝ち、さあこれで全勝は室町さんと誰だっけ、あ寺の内さんだ、小川さん2勝土井さんもきっちりね勝ってますね。10日目終了しました。先ほど言いましたように全勝は室町さんと寺の内さん、横綱2人、9勝1敗で追いかける倉間口さんと今出川さん、北山さん、コロモダーさん、鎌田さん、新町さんは8勝2敗小川さんは勝って5勝5敗のタイに戻しました。室町さん、あ室町さんじゃないわ、西本院さんはあと2つで勝ち越し、あ竹野内さん、綾乃花さんね、三役候補の2人が7勝目、6勝が最高か、回転さんも元三役ですもんね。十両全勝はいなかったですね。現在トップは豪将軍さん、南宗龍さんの9勝2敗8勝2敗が3名といった状態ですね。では11日目、倉間口さんと今出川さんの一番、室町さんはインドを渡せるか、高瀬川さんと新町さんと寺の内さん、小川さんはド初戦さんと、ここ勝てばまだね優勝のチャンスがある今出川さん、鎌田さんは7勝を挙げている竹野内さんと、このモダーさんこちらもそうですね、7勝を挙げている綾乃花さんで、北山さんが関脇瀬戸錦さんと、西本院さん
五勝5敗の八ヶ谷さんとですね、ここ勝てば勝ち越しリーチとなります。小川さんはドハツセンさん、お相手は1勝9敗。鎌田さんは7勝3敗竹の富士さんと、コロモダーさんはこちらも7勝3敗綾の花さん、そして同門対決全勝中の寺の内さんと8勝2敗関脇新町さん。さあ新町さんもここ寺の内さんを破ればまだワンチャンあります。寺の内さん出し投げ狙ってる感じが決まった。寺の内さんの勝ち。新町さんは今場所は厳しくなったね。さあ北山さんは関脇瀬戸錦さん、お相手あげずに7勝3敗突きで追い込む、そして押し出し、北山さん勝ちました。9勝1敗同士、鞍馬口さんと小結び今手川さん。残った、いや残った、はたいた、鞍馬口さん勝ちました。鞍馬口さんが1敗をキープ。そして室町さんは3勝7敗小結び高瀬川さんとですね、高瀬川さん現在7敗目、ここ破れると負け越しが決まる。一気に追い込んだ横綱、そして突き出し、室町さん11連勝、高瀬川さんここで負け越し3勝8敗。そう、照ノ富士さんらがねここで3勝しちゃってね、大体5勝でいかれたらね勝ち越しちゃうのよね。で、小川さん2勝、戸井さんもきっちり勝ってる。ね、これでね、立川さん、テロワンさんが7勝目でしょ。さあ、2勝の鳥さんもあと1つですね。では、このまま12日目参ります。瀬戸西さんは上と当たっての足踏み状態。室町さんと新町さんですね、今日は。新町さんはもう厳しくなったね、もう3敗なんで。今出川さんも上と当たっての2連敗。12日目二勝戸井さんがついに、7勝目まで来ましたね。勝ち越しをかけての一番は5勝6敗の赤木岳さん、白増し同士。よったー、寄り倒し。西野富士さん、ここで勝ち越しました。8勝4敗。さあ小川さんは7勝目をかけて2勝9敗の腰吹さん、これはパスします。鎌田さんは4勝7敗の舞牛若さん、舞牛若さんも負け越しリーチ。そして黒間田さんは6勝5敗千代の鶴さんとですね。で寺の内さんは3勝8敗負け越しが決まっている高瀬川さんとの一番。残った。さあ今場所は残った突き出しました、絶好調。さあ明日以降の横綱同士の戦いに備えます。9勝2敗同士、北山さんと今出川さんの同門対決。
だからもう、そうやね。寺野さんは、一つでも勝てば、優勝が、ね、だいぶ近くなりますよね。まあ、まだ黒森さんがいっぱいですからね。さあ、今出川さん、北山さんを破るか。北山さん、月の応酬。今度今出川さんをお尻に変えて蹴たぐり。今出川さんの蹴たぐり決まりました。倉持さんは7勝4敗の、関脇瀬戸錦さんとの一番。さあここを勝ってなんとか1敗をキープしたまま横綱同士の対決に持っていきたい倉持さん。倉持さんは全然チャンスがあります。もちろん直接対決もね控えてますんでね。追い込んだ突き出し1敗をキープ。室町さん、全勝中。そして新町さん8勝3敗の同門対決。突き出しました。室町さんついに連勝ストップ。これで全勝は寺尾さんただ一人になったのかな。まあこれで横綱同士の一番、結局立ち大関二人勝ち越しちゃったね。横綱同士だから2敗までが全然チャンスが出てきたんですよね。この1敗でね、あとだから寺尾さんが連敗すればまだ分かんないんでね。ということで、室町さん敗れました。11勝1敗倉持さんと並ぶ。そして全勝が寺尾さん。北山さんは9勝3敗だから10勝2敗の2人ね。コロマダーさんと今出川さん。今出川さんはもう上と当たんないからあとどうなるかっていうところですね。コロマダーさんもそうですよね。で西尾トニーさんが勝ち越しました。8勝4敗、小川さんはあと1つ7勝5敗、まあ、でも3人しかおらんのよね勝ち越してんの。綾乃花さん、麻生桜さん、回転さん、まあまあ強いところが7勝。十両はトップは3人4人並んでるのが10勝2敗でね。豪将軍さん、南宗龍さんも1つずつ土がついてますね。8勝4敗が3人、まだ勝ち越してるのが今時点で6人しかいないというね、大波乱ですね。では横綱同士の一番が始まる13日目。まずは1敗対全勝、寺内さんと倉間口さん。室町さんは北山さんですね。北山さんはやっぱりちょっと不調が響いてるか。で新町さんと今出川さん。新町さんは残念ながら今場所は優勝のチャンスはほぼなくなりました。今出川さんが勝てばまだ、上次第だけどね。そしてさあこの一番どうなるか。倉持さんが勝って1敗同士並ぶかどうか。鎌田さんと衣田さんの同門対決。衣田さんもまだ上を伺いながらね、負けるわけにはいけない一番ですね。西尾トニーさんは3勝9敗の時司さん、これはパスします。そして小川さん勝ち越しをかけての1番は1勝11敗若清水さんが湧いて、で大体ね勝てそうな1番でね相手にスコーンとやられてね、まあ、先場所もそうやったんですけどね。さあなんとかこらえた。押し込むか。追い込んだぞ。若清水さん粘る。ここ勝っとけばなんとか勝ち越しはキープ。甘い。押し込めるか。土俵際ここから厳しい。押した。押し出しました。ここで勝ち越し8勝5敗。同門対決10勝2敗の今出川さんと9勝3敗新町さん。
先手は今出川さん、押しとより、しかし新町さんもすぐ返してくる。残った小手投げはこらえた。新町さんが優勢、押しを立つ。3つ4つ、新町さん勝ちました。これで3敗同士になりました。コロモダンさんは9勝3敗の鎌田さんとの同門対決。コロモダンさんも2敗をキープできるか、それとも10勝3敗同士で並んでしまうか。ケタグリー、ここはコロモダンさん2敗をキープ、11勝目。さあこれがどうなるかですね。11勝1敗のクラムグシさんと全勝中、12連勝中の寺内さん。寺内さんが勝てば大きく優勝を手繰り寄せる。まあまだね、室町さんと直接対決してないけどね。室町さんもね、一つ土がついておりますんでね、全勝が消えるかどうか。さあなんとか優勢に持っていきたいのは黒木さん。追い込めるか、粘る寺内さん。組ませない。押し合い。再び倉間口さんがリードするのか。さあ真ん中で止まった。すぐ押し返してくるね、寺内さんも。やっぱり好調なだけ、好調ではないんやけどね。またポイント取ってね、判断力が2つ上がったのがやっぱりでかいんかな。うん、早い手が。あー、押し3つ。ずるずるいくのか。いやー、倉本さんまた突き返す。ここで倉本さん連発して、あー、また土俵際まではいかないんだよね。どっちかの一歩手前で返してくる。さあ倉本さん追い込んだ。疲れたか寺尾さん。押し出し、これで全勝消えました。一敗同士になった。室町さんもそしたらキープしないといけない。9勝3敗の北山さんとの一番。北山さんはやっぱりちょっと不調が響いてるね。優勝戦線残れない。ここで北山さんが勝っちゃうと逆に室町さんピンチというところで敗れた。2敗目。さあということで、黒幕さん寺尾さんが1敗同士並びました。大関同士の1番は立風さんか。もう一つはね、コロモダンさん同門対決はコロモダンさんに軍配。お母さんも見事ちょっと、勝ち越しがね厳しかったけど、ああ西野俊さん敗れたんだ。はい、13日目終了ですね。三役で負け越したのは、高瀬川さんだけですね。玉ヶ岳さんももう一つで勝ち越しそうですもんね。12勝1敗が2人、11勝2敗が2人という、まあこの4人でしょうね。ただコロモダンさんは上との対決がないので、あとはもう様子見るしかないというところですね。では14日目いきましょう。さあ直接対決は倉間口さんが制しました。室町さんはここで痛い2連敗。寺内さんと
室町さんが勝てば倉持さんに一気にね風向きが変わってしまうというね状態になりますけどね。8勝5敗投手になりました。2勝トインさんと回転さん、小川さんは大憲法さん、大憲法さんもなんとか持ちこたえている6勝7敗、今出川さん、関脇瀬戸錦さんとですね、お相手は8勝5敗、今出川さんもだいぶ前線しましたけどね、まあ、2桁勝ってるし、上手投げ、追い込んでからの上手投げ、今出川さん11勝目、新町さんは3勝10敗、小結びの高瀬川さんと、新町さんもここ勝てば11勝目、9勝4敗同士になりました。鎌田さんと大関立風さん、鎌田さんもね不調じゃないんだけどね、いや立川さんに対していける時といけん時がねはっきりしすぎてる、全然手が出せない。さあ追い込んだのは立川さん、土俵際から粘れるか鎌田さん、到底ね横綱に足技決めてた時には見えないんだよね、こう見てるとね。さあここは立風さんが勝ちました。コロモナーさんは8勝5敗、大関のテロナハさんと、大関同士ですね、ごめんなさい、1番おおこらえた、無双うち無双すごくまた開いたけどね今。このモナーさんはちょっといつものね、ケタグリケタグリを見せないね。あ、見せた、言ってたら見せてくれました。さあ倉持さん残れるか、北山さんとの横綱同士の1番、12勝1敗、倉持さん10勝3敗の北山さん、まあ、横綱ね、3人が全員3敗になることはないんでね、もう3敗の力士はチャンスゼロですよね。ケタグリー、倉間口さん痛い2敗目。さあ室町さん、あそうか、一応全員3敗になる可能性はあるんかね、室町さん勝って寺尾さんがね負けて、明日室町さんも負けると、ただ倉持さんがね、そこになると優勝しちゃう可能性が出てくるんで、さあここは寺尾さん1敗をキープしたまま千秋楽に行きました。室町さん3敗目、波乱とまではいかなかったね。新町さん、西野党員さん、今出川さん、小川さんね、全員勝ってますね。さあ14日目終了しました。これで、寺ノ内さんが、一歩リード、明日は北山さんとですね、で12勝が2人ですね、倉持さんとコロモダンさんね、コロモダンさんは明日立風さんと、で11勝が現在4名、室町さん、北山さん、新町さん、今出川さんで、鎌田さんはちょっとね上同士となると厳しくなってきました。小川さん2勝トインさんと並んで9勝5敗、さあなんとか2桁取ってね終わってほしいところですね。影野さんが巻き越したのね、下位は奥武蔵さんだけか勝ち越しの可能性あるとしたらね、八島さんが勝ち越してる、
十両も、うん、2敗をキープしたのはやはり豪将軍さんと南総龍さんで、11勝が2人か。では千秋楽参りましょう。もうここで30分超え。千秋楽結びの一番はプラモグシさんと室町さんですね。寺の内さんは、北山さんとの一番を制すれば、間違いなくもう優勝がその時点で決まる。寺の内さんが敗れれば、下手したらね、巴戦までありえるという状態ですね。西本院さん、千秋楽のお相手は1勝13敗若清水さん。小川さんは時司さんですね。お相手は4勝10敗さあ10番取って終われるかというところですね。で、小結び同士の一番11勝3敗の今出川さん、片や逆3勝11敗の高瀬川さん。成功結び同士の一番千秋楽で今出川さんが追い込んだ。そして寄り倒し、今出川さん12勝3敗で終了。新町さんも11勝3敗、関脇系同士の一番瀬戸西さん現在8勝6敗。新町さんも勝てば12勝3敗で終了となります。外掛け、新町さん勝ちました。12勝3敗で終了。鎌田さんも10番取って終わりたいところ、8勝6敗の照ノ富士さんとの張り出し大関同士の一番。まだね、でも照ノ富士さんとかも衰え見せないんだわね。追い込んだ、いけるか。マシュモテル寄り切り、鎌田さん10勝5敗で終了。コロモダンさんは13勝目を狙って10勝4敗の立川さんと西洋関同士の一番。手が出せない。さあようやく1回つけたけどまた寄り返される。コロモダンさん桁食いは出せないか。破れると、ああ破れてしまった。12勝3敗で終了。さあ寺之内さん勝てば優勝が決まります。横綱同士の一番、北山さんが現在11勝3敗、寺之内さんが13勝1敗。巻き返し合いや。おお、上手出し投げ、なんと北山さん、寺之内さんの得意技で勝ちました。さあこれで倉間口さんが勝てば、優勝決定戦となります。名古屋場所千秋楽結びの一番、室町さんと倉間口さん。室町さんが勝てば、そのまま寺之内さんが優勝と。忖度はあるのか。さあ続いていった倉持さんの押し出し、このあと優勝決定戦となります。13勝2敗同士ですね。室町さんは敗れて、ごめんなさい、11勝4敗か。後半崩れたね、全勝でずっと来てたのにね。テロンガさんギリギリやね、8勝7敗やもんね。はい、とまずは星取り表ですね。上からいきましょうか。室町さん11勝4敗倉本さん、寺の道さんが13勝2敗でこの後優勝決定戦。北山さん不調ながら頑張りました、12勝3敗。コロモダーさん12勝3敗、立風さんに敗れて巴戦には持っていけませんでした。
神田さん10勝5敗、島下さん、今出川さん12勝3敗、小川さん2勝、遠石さん10勝5敗。他も10勝やもんね。竹之内さんね、綾野藩さんで、八尾島さんが10番勝ってんのにびっくり。十両優勝は、分けちゃった。千秋楽、豪昇君さんも南総龍さんも敗れました。12勝3敗で4人が十両優勝を分けるという形ですね。さあ、それでは優勝決定戦いきましょう。倉持さんと寺内さん、本割はどっちだったっけ？本割は倉持さんだっけ、これ。倉持さんも久々の優勝に向けて押し込む、まわしを取って寄り切り、倉間口さん優勝。本当に久方、技能賞、関東賞、今出川さん、久々やね、我が部屋の技能賞ね。主君賞、西尾桃院さん、まあ、西尾桃院さんだったらね、あの技能賞取れるあれがあるのは分かるんだけどね。ぐらいなんだろうね。はい、エンディングカットして、阿蘇桜さん引退、送り出しの阿蘇桜さんね、9月場所に入ります。さあ、35分超えちゃってるんでね、サクッと10の10の8の9の10ですね。変わってんのかな。あ、全員三役だ。4321ね。あ、ごめんなさい。さあ、ということで、ほんと久方よね、5回目の優勝。多分横綱になってからはなかったんじゃないかな、いうね。え、まあ大先生ちょっとコメントいただいてましたけど、ああ番付ね、ああそうや、もう見て、全員三役ですよ。西尾とにさんも新小結ね、小川さんが関脇復帰やね。4横綱4大関4関脇3小結か。これがね、なかなかなんだ、ホイモのようでホイモじゃないよね。ステート錦さんが結構、ただ、上とやってね、勝ってくれりゃええんやけどね、ステート錦さんもね、そこそこ負けよるからね。で、倉本さんが優勝してるのになぜか、西方とね。これもようわからんよな。誰来たんだろう。ザーザン、誰、大喜利さんか、またこれ。いや、浜の富士さんかな。いや違うな、南総龍さんおったでしょ、二人数はもちろんおったでしょ、初勝ちだけさ、大体7番目ぐらいやもんね、来るとしたら。あれ、玉津波さん、沖津波さんと、あ、わかんねえ。でもしばらく見てなかったのはそうかもしれないね。はい、というわけで、次回は秋場所ですね。まあ、そちらの方もお楽しみにしておいてください。では、もうまたね、40分近くなっちゃいましたけどね。お付き合いありがとうございました。それでは、さよなら。